はい、良い風景です。古代史の神殿続き。マテリアを付け替えたところからスタートなんですけど、まあ、カットしていく方向で考えてるんですけどね。で今度ね、4時の方向まで行っていますね。まあ、しらみつぶしに行けば、っていうか12時の方向はかなり怪しいんですよね。あそこは本命かな？プリンセスガードなんだこれ。プリンセスガードって何ですか？防具かな？あ？ちょっと待った。エアリスの装備かな。守るべきものがいるとパワーアップか。どうしようか。いいか。今、ワイザーロッドですね。マテリア成長2倍の。いいです。これでいいや。だけどもしかしてこれ、エアリスの最強装備かな？なんかあるかな？おう。あ、こうなったんか。リボンか。やった。いいね。やったね。リボン。ホワイトケープ。なるほど。すべてのステータス以上を防ぐ。いいですね。じゃあ、ここにしておこうかな。よしよし、リボンゲットした。よし、行ってみよう。ここは、本命の道か。うわ、見づらいな、ここ。どうしようか。鍵がかかってる。ダメね、捕まえなきゃ。そうか。いろいろ大変ね。そうだな。我慢我慢。こんな苦労話、笑って話せる時が来るよ。だから頑張ろう。扉の鍵を持ち逃げした番人は一定のルートを移動しています。入る扉と出る扉の関係を覚え、番人の位置を推理して捕まえてください。それから、正面左の段差は、下の段に飛び降りることができます。いいや、これ後でやります。12時より前に6時を、なんとかしなきゃいけないってことか。7。やっぱりお宝があるね、お宝。ホラ貝？これホラ貝って言うんだよね。おー、なるほど、なるほど。ゲットシーの装備だな。あれ？マテリアないのか。じゃあいいや。ちょっと装備させてみたい気もするけど。メガホンでどうやって攻撃してんだろうな。10時から来たんだっけ？確か10時から来たんだよな。ってことはあと2回ですね。9時と11時を調べればいいわけだな。ラストエリクサーか。もったいなさすぎは使わないっていうアイテムかな。あれ？うまく移動できない。あら。先進めないか。セリフが出るんだな。あ、出なかった。まあ、先行けないのみたいですね。10時から来たんだから、あとは11時を見れば終わりですね。うん、特にないか。よし、じゃあ6時へ行こうか。6と12に何かあるってことですね。自分で動かす。なんか秘密があるんだよね。で、左は飛び降りることができる。ちょっと飛び降りてみるか。どこ丸ボタン。丸ボタン押したら飛ばない。あ、俺ボタン8変えたから×ボタンってとこ。宝箱。軍手。これ、ティファの装備品もしかして。ぽいな。マテリアなさそうだな。入ると。あ、入ると動き出すんか。ちょっと待って、どういう法則があるんだ。これ。わかんないね。全くその法則とかわからないね。どうなってんのこれ。ちょっと捕まえられるまでカットかもしれないね。ただ追いかけるだけじゃダメなんだろうな。ちょっとめちゃくちゃに行って偶然捕まえられるのを待つか。あ、開いた。盗む。じゃあ記録しておくか。だけどなんで開いたの？なんで開いたのか俺にはわからない。まあ適当にやったら開きました。まあこういうセーブ取っとくか。はい、今回はカットもたくさん入ってるし、まだまだ収録できるかな。あれ？どうなってんのこれ。一番上に行くには？あ、こうなってたんだ。よし、じゃあ行ってみるか。何かがあるはずなんだが。あ、こうなってたんか。ここか。ここが壁側の間。どこだ、セフィロス。おお。待ってたのか。冷たいな。私はいつでもお前のそばに来るがいい。全く素晴らしい。地の方、お前が言ってることは意味不明なんだよ。よく見ておくがいい。何を？お大師の地の与えるもの。私は星と一つになるのだ。母さん、もうすぐだ。もうすぐ一つになれる。星と一つになるってどうするつもり？簡単なことだ。星は傷ができると治療のために傷口に精神エネルギーを集める。傷の大きさに比例して集まるエネルギーの大きさが決まる。星が破壊されるほどの傷ができたらどうなる？どれほどのエネルギーが集まる？その傷の中心にいるのが私だ。エネルギーはすべて私のものだ。星のすべてのエネルギーと一つになり、私は新たなる生命、新たなる存在となる。星と交わり私は、今失われ、かつて人の心を支配した存在、神として生まれ変わるのだ。星が破壊されるほどの傷、傷つける星を。壁画を見るがいい。最高の破壊魔法メテオ。そうはいかない。目を覚ませ。どこだセフィラス。待ってクラウド。クラウド。クラウドさん、どないしたんや。クロマテリア。メテオを呼ぶ。クラウド、しっかりしなさい。クラウド。俺、クラウド。どうやるんだ。思い出した。俺のやり方。クラウド。どうした？なんか変か？なんでもないから気にしないで。ねえ、ケット氏。なんでもないよ。逃げちゃったね、セフィロス。気にするな。あいつの言ってることは分かった。これがメテオだ。なんや空から降ってくんねんな。そりゃ偉いことや。魔法ね、これは。セフィロスが言ってた通り。究極の破壊魔法メテオ。宇宙を漂っている小さな星を魔法の力で呼び寄せる。そして衝突。この星、完全に壊れちゃうかも。セフィロスか。私ではない。おお、戦闘か。いやー、なんかクラウドがおかしいことになってますけど。うお、なんだ、強そうだな。なんかいいもの持ってそうなんじゃないかな、おい。ん？まず見破る。レッドドラゴンプレス。炎か。HP はそんなに大したことないぞ。多いなら負荷にかけとこう。レベル39。あ、はいはい。HP そんな高くないな。ゴードンの方が強いんじゃないこれ。まあそんなに苦戦はしないでしょう、おそらく。あ、これ使うの早すぎたか。HP 大して減ってないな。まあいいや。すぐに溜まるでしょう。なんか盗んでみようか。こいつは、氷が効く？もしかして。何を持ってない？なんだ、だったら草バルがいい。敵の技。マイティーガード。あれ、どこは効くんだな。マイティーガード。マイティガードは効きましたね。では、この技、アクアブラスのクライナー。いいじゃないか、確定結果。データは効かないような気がしますね。この技、アクアブレス。あ、ちょっと待った、ケットシー HP めっちゃ減ってんな。どうしたケットシー？いつの間にかめっちゃ減ってんぞ。魔法、ケアルラ。あ、回復する前に倒しちゃった。あんまり強くなかったな。ドラゴンが効いてあくれると思ったけど、アイテム手に入りました。セフィロスの気配は消えちゃった。なんか落ちてますね。バハムータのマテリア。腕輪の方が気になるな。召喚魔法はいいです。お、すごいな、これ。炎、霊気、雷属性の攻撃を半減する腕輪。これ素晴らしいね。どうしようか。エリスにつけるか。誰につけるか一番いい？じゃあ、エリスにつけておこう。カバウ。カバウつけてるか。じゃあ、イカズチでもつけておくか。よしよし。ここは、お、なんだこれ。なんだろう。なんでしょうね、これ。これは何だ？何か書いてある。クロマテリア。クロマテリ。あ。クロマテリ。どうするの、クラウド。どうしよう、取る。ちょっと待って、私聞いてみる。わからない。そうなの。この神殿そのものがクロマテリアだって。どういうことだ？だから、この大きな建物自体がクロマテリアなんだって。このでかい神殿が、これがクロマテリア。それじゃあ誰にも持ち出せないな。難しいところね。ここにあるのは神殿の模型なの。この模型には仕掛けがあって、パズルを解いていくと、どんどん模型が小さくなるんだって。模型小さくなると、神殿自体も小さくなる。どんどん折りたたまれていって、最後には手のひらに乗るくらいにまで小さくなるの。つまり、この模型のパズルを解けば、クロマテリアは小さくなって持ち出せるようになるわけだな。そう、でもね、パズルを解くには、この場所でしかできない。だからパズルを解くと、その人は、この神殿、家、クロマテリア自体に押しつぶされちゃう。なるほど。危険な魔法を簡単に持ち出させないための古代史の知恵か。古代史さんも意地悪やな。まあこれやったら誰にも持ち出されへんやろ。ダメだ。持ち出す方法を考えよう。だってそうだろ。ゼフィロスにはたくさんの分身がいるじゃないか。あいつら命を投げ出してクロマテリアを手に入れるくらいなんでもない。この場所はもう安全じゃないんだ。でもどうする？話聞かせてもらいましたよ。僕のこと忘れんと言ってほしいな。クラウドさんの言うてることはようわかります。この作り物の体、星の未来のために使わせてもらいましょう。セフィロスにクロマテリアは渡せない。でも神羅にも渡せない。要は信用できんってことですな。でもな、クラウドさん、どないしようもないとちゃうか。まあ信じてみーな。わかった、仕方ない。よっしゃ、まあ任せてもらいましょうか。確かこいつロボットなんですよね、ケットシーってね。皆さんはよう外へ。安全なとこまで一緒に行きますから。そう、ロボットなんですよね。で、本体がシンラーの本社にいるらしいっていうことみたいですね。じゃあこれ戻ればいいんかな。じゃあとりあえず、あ、エンカウントしちゃった。じゃあいいや、こいつ倒して今回は切ろうかな。なんだこれ。見破るエンシャントドラゴン、魔法サザンクロス、氷か、氷の属性弱っ。あ、ちょっと待った。そうだそうだ。ちょっと待って。レベル34。はいはい、重力に弱い。ちょっと待った。その前にだ。ペット C 回復したいぞ。あれ、よしよし。次の技。重力か。レーザー。重力属性の武器何も持ってないね。そうか。どうしようかな。サンダーガラムかけるか。こいつ HP 多いのかな。レーザー。よし、1体倒したぞ。で、あともう1体。早くしろ、レーザー。あ、レーザーは重力属性みたいですね。よしよし。あ、何持ってるか確かめるのかな。まあいいか。よし。じゃあ今回はここで動画を切りたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。